はい、どうもこんにちは、G です。ということで今日はですね、日ハム純正の動画なんですが、野村選手を育成してきたんで使ってみようと思います。サードだとレアードとかガッツがいるんですが、なるべくオーダーの中で広角持ちの選手を増やしたくて、まあ、今回この野村選手を育成してきたんですけど、これで広角持ちの選手が何人だ、6人ですかね、増えたんで、まあ、それなりに現環境に対応しやすくなったんじゃないかなと思っています。守備適性はですね、まあ、レアードとかガッツより低いんですけど、まあ、その守備を下げてでも僕は今回広角持ちを優先しました。まあ、それがなんでかっていうと、広角持ってない選手でアウトコース打ってもまあ正直微妙じゃないですか。まあ、そういう理由と、守り勝つよりもリアタイは打ち勝つ方がまあ 100% 勝率は上がるんで、まあ、最近割とこう守備よりも打撃を優先したいなと思っております。で、超固め打ちなんで今回1番で使用しようかなと思っています。それから称号もするんですけど、今回なるべくミートパワーはですね BB に乗せたいなと。一応 A ランクはですねもう1枚あって3回チャンスがあるんで、まあ今回の称号も全部使っていきますか。マジでね、確実に BB ですね。プラス21ぐらいですか。 OK 上がった、これは大丈夫だべ。安打製造機、あ乗んないマジか、69か。あ、違うわ、上がるの当たり前だ。極意書全部使ってるんで当たり前ですね、びっくりした。まあなるべく星4の方がいいかな。いや決まってほしいな。よしよしよし、3か。あ、飛ばし屋、どうだったっけ。あー乗った、しかも同値、いいじゃないですかこれ。あ、ちょっと待ってよ。アンダ製造機がミート72か。まあ70-70の、まあ一応同値にしておきますか。はい、つけました。これで完成ですね。さあ、じゃあ早速リアタイいきますか。もう最低限どころか、同値まで決まっちゃいましたよ。ワールドスターのダルさんですね。オッケーオッケー。おお、ファールか。ここはね、いやー、まあ、アウトコース打ちたいけどな。ストレート、まあ、全然癖もないし何も考えずに打てる選手かなとは思います。あー、しかも、うわー、ホームラン出た。やば、ありがとうございます。うわ、神展開来るかもしれない。これは変化量マイナス1か。そうだ、なんかスラーブの変化量が少ないなとは思った。入るね。うわー、どうしよう。おーしゃ、あー、ホームランじゃない。ちょっと待って、一回ちょ冷静になりたい。もういきなりねホームランなんて打てるそんな予定してなかったんで。おー、ボール球だ、落ちたかな。ここはマイナス1と結構スピ差ありますね。600弱ぐらい。テンション上がりすぎたらマジでバッティングに影響出るわ。いや入る、あー見逃す癖ついてる。っていうかね、こういう、まあ、稲葉選手もそうですし、野村選手みたいな打ちやすい選手が増えてきたんで、わーしゃーそうそうそう、もうマジで増えてきたから、あのね、まあかなり強化にはなってるんじゃないかなと思います。昨日か一昨日ぐらいの動画でなんかあの音声後付けですよねみたいな。まさか僕のこのしゃべりでわかるじゃないですか。打つタイミングはさ、もちろん話すタイミングと合わせるんですけど、どうしてもああいうストレートは打たないといけないじゃないですか、話してる途中でも。こういうやつね、はい。まさか、全然後付けじゃないっす。いいんじゃない。ワンアウトで4点。ここは変化量マイナス1じゃないはずだ、多分ね。やべ、振り遅れた。ですよね、やばい、ミスった。じゃあ超広角ラインドライブ、変化量マイナス1、1本出たら。ちょっと待って、マイクちょっと調整する。やばいやばい、よっしゃ完璧。あ、正面、まあいいや、次の回頑張ろう。守りの映像はですね、まあ、野村選手のなんだファインプレーとかがあれば使おうかなっていうぐらいで、はい、OK、抑えてきました。固め打ちしっかり出ました。プラス9か、でかいね、この能力の上がりは。やべえ、2打席連続打てたらどうしますこれ。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、あ、ボール球かー。今のがボールか、むずいっすね。ファイターズリードで迎える最終回です。ある、あ、早い、大丈夫。くそ、ホームラン打ちてえな、ここまで来たら。ボール球だ、うわ、やっちゃったけどヒットか。うわ、やられてんな。さっきの翔さんのあのスラブが頭にありすぎる。ちょ、マジで気をつけたいっすね。ツーラン、ツーラン。さあ2球目は何か。よいしょ、あ、本当に来たナイス選球眼ですね今ので。大谷選手は50号を目指します。この前の動画で49号なんで、ボールだよね。いや、どうだ、50号いくぞ。あー、ボール球か、しゃない。本当になんかリアルの野球と同じっすね。
フォアボールやっぱ多いっすもん、大谷選手。稲葉さんね、まあくまでゲームの話ですけど、全然ね、まあなんていうんですか、外れ枠ではないっす、マジで。めちゃめちゃ打ちやすいから。いやー、ツーアウトか。いい当たりでしたね。入んない。そうですね、よいしょ、ボール球、やべえ、強制なんだかった。9本か。あー、守備はこんな感じか。まあ悪くはないですよね。まあそうですよね。CC か。あ、間違った配球。あぶねー、ナイスガッツ。上沢投手は、まあ、こういうのとかランク戦ならこういうボール僕使いますね。はい、ナイス。あ、いいねいいね。まあツーシームの甘いとこ、アウトコース、ファーストフライ、お、走った、アウト、ナイス。いいんじゃない、こんちゃん。あんまり僕はね、キャッチャーの肩とかスローイング最近気にしないんで、まあやれますね、こんちゃんでも。うん、おらー、いやー、ナイスヒット。広角持ちっていう打球の伸び、あの速度が全然違いますね。いい感じ、初球から打っちゃいましたけど、やれるっしょ。レアードよりもやっぱいいわ。いや、レアードよりもいいって言ったらね、ちょっと語弊がありますけど、リアタイ的にはね。これも見送りました。ツーツーです。よいしょ。あー、詰まった詰まった。あ、抜けた。え、前進守備か。ナイスヒット。よっしゃー、一気に点数いってないですね。これで50号は、うわ、怖いな。ツーシームかと思った。50号は、あ、いや、ない。あ、もう一回もう一回仕切り直し。50号、うわー、ツーシームだった。やべ、5点はさすがに入れたい。ここタイピン発動してます。え、翔さん乗れるじゃん。あ、切れないんですね、今の。切れるかなと思いきや、なんか流し打ち持ちみたいな選手のなんか、よいしょ、完璧や。ローさん何番だったっけ。ローさん6番か。え、待って待って、あ、戻ってきた、よかった。大丈夫そう。うわー、入るか、内部すぎるこれ。まあインコースのボールに差し込まれないように気をつけたいです、ね。あー、来た、ホームランじゃないこれ。うおー、いや、いいわ。宇宙間左中間のね、やっぱ高速弾みたいな感じでボールが飛んでくんで、広角持ちはそこが全然違う。まあ前の山崎選手はね、全然分かんなかったんですけど、ホームランは変わんないかなっていうような感じですか。まあそういうコメントはあったんですけど、まさに僕も同じ考えで。あー、5点入った、ありがとうございました。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。もうクソほど強かったっすね、このオーダー。いいわ、野村選手、最高でしたね。もう広角持ちはね、圧倒的正義っていうか、そんな感じでしたね。はい、ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価も皆さんよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。